今日はですね、一の鳥のお祭りということで、2月の初めの日曜日にやるお祭りで、山梨県では一番早いお祭り、例大祭ですね、なんだそうです。ちょっと全然分からず来てしまいまして、なんか屋台がいっぱいあったので、なんだったか分からなかったんですけども、神楽をいくつか撮らせていただいたので、神楽の様子はまた別の動画でちょっとご紹介したいと思っています。非常に大きな神社の社で、本殿はね、一応後ろ、今日は例大祭ということで扉開いてますけれども、そんな感じですね。竜の彫刻があるので、竜が好きな方もいいんじゃないかと思いました、ね。お祭りなんて神様も喜んでいらっしゃると思いますけど、昔は土日じゃない時にやってたそうなんですけど、やっぱり人手が来ないので、土日っていうか日曜日ですね、今日はやってるそうです。たまたま足りなかったら、なんか本当にお祭りだったのでちょっとびっくりしましたけど、例大祭っていうと大体秋なんですけど、今日は珍しく、ほんま珍しいですね、日になってました。なんか本殿も結構立派で、彫刻が素晴らしいんですけれども、ちょっと雨でね、あれなんですけど、屋台もいっぱい出てますしね。20ぐらいですかね、20ぐらいの屋台が出てましたね。彫刻も素晴らしい神社なんで、ぜひぜひ例大祭だけでもなく来ていただければなと思うんですけれども、で、